こんばんは、道村まさきです。ザ・ビートルズ、一番好きな曲一曲言ってってください。超難しい、ものすごく難しい。もう3曲って言いたいとこだけど、集計するの大変だから、かえって3曲でね、多数決しちゃうと、みんなが3位を3位に選んでた曲が1位になっちゃったりするからさ、あ、これあのちなみにジョン・レノンのね、まあまあ前にアルバムで一番好きなアルバムどれですかって言って、アビーロードだっけが1位になって、それはまあまあ妥当だなって思うんだけども、1曲選べは相当難しい。僕もすごく難しい。実はめちゃめちゃ迷っちゃうし、ちょっとだけ僕言っちゃうと、僕ジョン・レノンが一番好きなわけですよ。で次がジョージなんですよ。でポールが嫌いなわけじゃないんだけども、どうしてもジョンとジョージが特に好き。で楽曲はね、リンゴのカントリーが好きだったりするって言えば言うほど、ポールが嫌いなわけじゃないんですよっていう、それも踏まえて10日後ぐらいに、僕も好きな1曲をちゃんと発表しますけど、そこはもうジョン・レノンが好きだけど、だけどって今言っちゃってるけどは一旦除外して、どうしてもメロディーとか、あの楽曲のアレンジとかサウンドとかで1曲、まあまあそれはもうね、もう中学生の頃から一番好きな曲は僕は決定してるんで、人に言う時に迷うっていうか、ちょっと、浮気心じゃないけど、なんかでもカッコつけるのやめよう、素直に考えようって言ったら1曲もう決まってるんですよ。それは10日後ぐらいに発表しますんで、っていうことで皆さんも1曲だけ選んでください。あのいつも毎回言ってますけども、この曲もいいけど、あの曲もいいけど、やっぱりこっちにするっていう、あの潔の悪さはやめようよ、その1曲がどうして好きかの理由は書いてくださっても OK ですけども、2番はこっちですとかいうの、他の人が言ってないこと、そして僕が条件としてないことは、あの一応遠慮してあげてくださいということです。で別にあのビートルズの曲全曲知らない人でも構わないんですよ。もう 3,4 曲しか知らんけど、あの曲が好きなんですよでもいいんですよ、うん、でね、まああんまり予想みたいなことも今はしない方がいいと思うんでね、めちゃめちゃオーソドックスな、ああこうなったかっていう曲が1位になるのか、へえこの曲なんだっていう意外性が出るのかが楽しみかな。ちょっと僕まだ、執筆仕事の方で、もうすぐウクレレの本を発売するんで、ちょっとだけ忙しいんで動画作ってる時間はなかなかないんで、今回は、こういうアンケートを置いとこうかなということで、はいはい、もちろんあれですよ、なんかまあもちろんバージョンがどうのこうのとかそういう話を書いてくれてもいいけど、2曲1回のコメントで2曲の曲名書くのは遠慮してくださいっていう、毎回お願いしてるけど、毎回ね、ね、みんな見てるよ、みんな見てるんだよ、ということで、まあ、もちろん海外のね、なんかローリングストーン誌とかそういうのを見るんで、発表されたやつを見ると、なんとかっていう曲が1位ですとかなってたりとかするかもしれないけど、あとソロ曲は含めないでくださいね。ジョン・レノンのイマジンって言われても、それはちょっと数には入れません。それはそれで分かってくださいということで、はい、じゃあよろしく。